半負けの本家の半魔岩先生です。最近ね、定年になっても大きい会社勤めた人がね、仕事をしないって、前に勤めた会社のために仕事しないんですね。今まではね、会社に一生尽くすとかね、いうことをちゃんと裏でやって、会社、大きい会社は成長してたんですよね。今回ね、孫さんの、ソフトバンクさんもやばいっていうことで、仲間はね、応援したフォンドの方に資金都合したんですかね、周りの人からね。大変頑張ってます。潰れるかもしれませんけどね。で、1兆円追加ということで、ソフトバンクがそれ失敗しても、フォンドの方ですので、潰れないという話なんですけども、1兆円戻ってこないことがあるわけですね、けどね、そのフォンドに、仲間が助けたということでね、1兆円都合したということ、これ大変大きなことですよね。潰れるか分かんないけども、頑張ったということですね。で、このようにね、以前はどこでも大きい会社はね、自分の会社の株を買ったりしてですね、会社を守ってたんですよ、一生。定年になっても、その会社のためにね、そういうやばいとかいうとか、もう団体でね、一生、頑張って、来てたんですね、大きい会社同士をね。交換してね、株を買ったりして、で、そういうのまた仕事しますから重役になったりするわけですけどね、最近は私の身の回りではいないわけですね。少なくなったということで、会社が相次いで大きい会社がやばくなったわけですね。もう定年になって年金もらうのは会社からもらうのと同じですからね。会社は大きい会社を潰しちゃったら年金もらえないのと同じなんですよね。で、そこら辺が分かってないんですね。で、今の年金制度も潰れてきちゃったのはそういうことですね。結局ね、定年になっても働いてたわけですよね。株を、自分のところの会社の株を買ったりね、退職金全部使ったりとか、非常の時にね。ね。で、会社を手助けしてたんですけども、私の叔父でもね、東大卒してから、駒製作の総務部長、取締役やってましたけども、やっぱり株を買ってね、手助けて定年になってても仕事してたわけですよね。だから一生仕事してるんですよ、大きい会社に勤めてたりするとね。だからやっぱり取締役になってるわけですね。で、会社定年で辞めたって仕事してるわけですよね。自分の男の株買ったりとかね、したりいろいろして、他の会社と協力会社の株を買ったりして、これはね、やっぱ組織的にちゃんと仲間でやってたんですよね。そういうことは非常に大切なことでね。私もね、私はまあ独立してますけども、自分でね、投資をしてね、世界一の億万長者にの、に、あの名を残したいということでね、今頑張ってるわけですね。世界一を目指してるわけですね。そのためにはもっともっと難しいんで、自分だけしか儲けられませんけどね、自分のためにしかしませんけれどもね、会社のためとかいいんじゃないけど、日本のためにはなるんですね。僕が稼いだものは、消費者はというか、買い物ができるわけで、その分ね、当然ケチだけども、その分いいものばっかりし、なかなかあれですけども、回転ができるわけですね。世界一の億万長者になったら、その分お金使うわけですからね。ね、安くしか買わないけれども、回転ができるわけですよ。日本の成長にもなるし、税金は半分は取られますからね。ここら辺はもうね、欲張らずに全体が動いていければ、そのやっぱりそれなりの価値があるお金だからね、世界中から集めるわけですよね、外貨同士なんかね。ということで、同じにやってるわけですね、会社の株買ってる。ただ創業者では会社いくつも作ってますけどね、それは当てにならないということで、私は逃げてるわけじゃなくて、自分の方の、ね、
大きい意味での仕事の方、こっちの方がもっと助かるわけですね。会社自身の単独じゃなくて、ね、でまた、力を当たんながら外国に行って仕事すれば外国に税金を払って助かるわけですね。自分の国だけ助けるわけじゃないわけです、ね、そういう仕事を目的にしているわけじゃないけれども、うまくね自分の稼ぎをね正しくできるようにということでやってるわけです。考えてね、だ今回ねソフトバンクさんがやばいということでやった1兆円ですか、緊急時ね。で、これはもう全力ですよね。もう本当に命がけだ、破産する。で投資してる方も破産当然でやってるんですね。これはね頑張ってるということですね。まあ潰れたとしてもね、頑張ったということでしょうがないということでね、私の方は見ます、ね、そういう厳しさはあるということは当たり前なんですよ、ビジネスね。そんな厳しいことをしなければ重労働しないといけないんですよ、ね、そういうことをやってるということで投資家は ねこれをよく知っていただきたいと思いますね。どうもありがとうございました。半前は先生でした。